めめめ、はい、おえめめめ、むっちゅ、波乗りビタミンさんからいただきました。ありがとうございます。おいさやなさん、ボンソワール、ボンソワール、初メールです。ありがとうございます。ありがとう。以前の放送でおじみれスマホケースの話が出てましたね。ツイッターでのおじみれ爆誕の下りが最高だったので、ラジオでもお話を聞くことができて感激しました。私は1年前、中村さん、杉田さんの某ゲーム番組にプチミレのお二人が出演されているのを見たのがきっかけでムッチュになりました。ありがたい。いつか何らかの形でプチミレとおじみれがコラボなさる時を心待ちにしています。それでは長文失礼しましたと。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか杉田さんに、うん、おじみれでちょっとなんかよろしくお願いしますよって言うと、うん、中村がいいって言うならいいよって言って。何それかわいい。中村さんにおじみれでお願いしますよって言うと、杉田がいいって言うならいいよって言う。何それかわいいかよ。付き合ってるんじゃないの。なんなの。すごいね。私ずっとそう思ってるから。かわいい。そうなんですよ。だからね、多分お互いになんか、後輩のためなら一肌脱いでくれそうな空気はあるんだけどね、うん、どうなんですかね。そしてなんかお互いの信頼し合ってる感がすごいねえ、いいよね。何々がいいって言うならいいよってすごいよね。ねえ、うん、かわいい、かわいい、キュン、はいはい。